で、帰ってきて、何時ぐらい帰ってきたかな？ 10時、11時ぐらい、飯食って10時ぐらい帰ってきて、手越しの会見見て、昨日は過ごしてました。あいつなんか俺嫌いになれねえんだよな。いつかパブ G ゴースティングしてマジで本当に白黒はっきりつけるわ。どっちが強いか勝負しようぜ。なんか、あいつ、なんか可愛らしくね？なんか、あそこまでさ、堂々と喋れたら、俺が、渡部健に求めてた会見を手越しがしてて、何なんだこれって思った。あれぐらいさ、そうなんですよね、やっちゃったんですよね。やっぱ嫁さん佐々木希でもね、浮気しちゃうんですよね、ぐらい言ってほしかったので、俺は。で、それ手越しやってたから、なんか胸がスッと。さすがだな、こいつ、と思った。自分が世界の中心だと思ってるのが、なんか俺的に好み。堂々としてるのってやっぱ大事だね。でも、マジでヒカルとかとコラボする必要ない。俺が見た時100万人ぐらい見てんだよ。一人でやった方が絶対いいって。もったいなくない？なんか。てか、ジャニーズ辞めたやつとコラボしてた方が絶対箔がつくと思う。普通の YouTuber となんす、なんか他のやつらとちょっとわけ違わない？あの規模感で。俺、手越しマジ好きだからさ、本気やめた方がいいわ。なんかすごい、大したことねえやつなんじゃないかって錯覚しちゃう。なんで落ちぶれ芸能人を光に行くの？バカだから。バカだから落ちぶれて、バカだから光とコラボする。光だけ得してどんどんあいつが伸びていくっていう。光はすごいけどさ、なんか芸能人がコラボする相手じゃないよな。でも、なんか超落ちぶれてたらいいんだろうな。手越して別に落ちぶれてねえじゃん。